どうも、サヌイです。サヌイです。アイドルになりたくてたくさん動画を見てるんですけども、今回は JO1 のスパカリの B オリジナルで出されている動画をね、見ていこうと思います。しましょう。はい、パフォーマンスビデオ見て、ミュージックビデオ見て、次はもう全体のパフォーマンスが見れる映像があるので、またこの時だけの表情もするかもしれないし、表現もするかもしれないので、まあ、4K というのもあって、皆さんの顔も綺麗に映りますし、表情とかがね、もうバーンと近い状態で、パフォーマンスビデオとは違って、まあ明るいというか、スタジオもね、白いところなので、より分かりやすくさくなってると思うので、ぜひ見ていきましょう。行きましょう。はい、では早速見ていこうと思います。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。定番ですよ、ビオリは。あ、レイ君こんなに髪金髪だったっけ。左が若干黒いよね、うん、左と右後ろが結構ツートーンなんだ、意外と、メッシュっぽくなったかと思う。うわっ目線がマジでかっこいいよな。いいっすね、堂々としてる、いい。うわレン君お腹出てる。バーリかっこいい、ここえい、いや、マジかっこいいよな、マジで。やばい、わあ、えい、いいっすね。えい、白、表情あ合いすぎ。壁より白くない、肌えい、かっこいい、首きれい。おう、強めできたよ今回。目がいいよ、目が。おい、翔くんかっこよ、かっこよ。この美形でこのラップだからな。いや、ほんとビビるよ、マジで。ブリンブリンのカメラだよ、ブリンブリンのカメラだった、今って。この笑みがいいよな、マジで。いや、ほんと。たまらんわ。いいっすよ、翔也君も。うわ、翔也君見た。怖っ。ドラキュラかと思ったけど、すげえ。きれい、きれい、面白い、きれい。スカイの目いいな。いいよね。刺される感じするもん、なんか。おい、うえぇ、ー。ええー。いいね、翔くん。翔くん今回今日前髪多めね。オッケー。おぉ。こっからよ。揃ってる。完璧。トリートメントされすぎやな。いいなぁ。見て、今の最後のマメ君の表情。見た。うらぁ、みたいな。さあ、行くぞ。えげついっすね。えげつない。えげつい。えげつい。一人一人すごい。うん。一人一人よかった。ちょっとさ、おのおのの一番をちょっと言ってみようよ。確かに。お前、この中で、まあ、みんなよかったよ。それはもう、言わずもがらなんだけど、今回のスパカリのこの、ビオリで、もう、誰が一番ここのポイント、たまらんでしょ、みたいな。ああ、なるほどね。ちょっと考えてみて。OK。はい。決まった。俺は、スカイ。ほう。はい。特にどの部分が？目。目。目。はいはいはい。全体的に、みんな目線が、強めで、うおーって感じするんだけど、スカイの睨み方が、もう絶妙にかっこいい。かっこいいってこっちが、うおーって思う。ほんと。それは確かに。うおー、めっちゃ来るやん、みたいになる。強く睨みすぎても、やりすぎてんなって感も出てくるし、でも
歌の中での表現力のうまさが出てた。そういえばスパカリを表現する上ではちょっと狂気っぽいというか、本当に強いなんか目線も必要なんだけど、確かにスカイは眉間に別に白寄せるわけではないんだよ。そう、違うんだよ、うん、違うんだけどグッと見る目力、がやっぱすごかったっすね。それが痛かった、俺のワンピック、今回の一番は純喜くんかなと思いましたね。特に純喜くんは2番のサビ前でパートがあるんですけど、そこでまあみんなをまあちょっと従えてる状態、みんなが下にいて純喜くん一人で立ってるんだけど、そこの表情が一瞬だけ左の口角をピッて上げるんですよ。あったあった、多分リアクションしちゃってるんだけど、そこがピッて上がってる瞬間がたまらなかったね。なるほどね、だからリアクションするほど良かったってこと。いや本当そうだよね。そうだ、このやっぱちょっとスパカリは俺の中ではちょっとハロウィンがちょっとよぎって、本当にそれに引っ張られるんだけど、まあ、ドラキュラ、吸血鬼のような表情を一瞬見せるんだよ。そうだ、本当に牙生えてるんじゃないかな本当は夜とか、って思うぐらいその表情がちょっと僕は忘れられなかったですね、あれ確かに俺も印象残ったわ。パフォーマンスあんまりしてないし、このビオリだけでこの表情見れるから、だから純喜くんファンの方はもう何回も見てほしい、ぜひ止めてほしい、その瞬間に見てほしい。分かると思うんだけどね、パフォーマンスビデオはね1回見てるんですけど、今回のビオリで僕気づいたところっていうのは、この全体の振り付けは結構フロアが多いなっていう印象が、確かに、そうだ、本当に下でなんか足の踏み替えとか結構寝転がるというか結構這いつくばってやる振り付けも多いので、まあ、そこ結構大変だろうなっていうのは。でみんな起き上がるみたいな、若干ゾンビスタイルみたいな、ああそういうことかな。確かにそこはちょっと感じさせますよね。確かにね、まあ、そういうところがちょっと目立ったパフォーマンスかなと思いますね。ビオリは結構みんな表情が新しい表情とかで、強めな表情をしてる子だったり目線で見せてくる子とかもめっちゃいたから、またジャムの方はまた見返してほしいかなって思います。そうですね、こうやってアルバムも出てスパカリの曲を引っ提げて日本でも活動すると思うんで、ジャムも皆さんも一緒に応援していきましょう。はい、行きましょう。はい、今回は JO1 のスパカリの B オリジナルのパフォーマンスのリアクション動画でした。以上サネでした。